さあ2週間ぶり今夜も始まりました。ナックダルク終えたいつものスタートストレビュー、根本かなめと久保田由美です。はい、先週5月6日はね、特番のためにですねこの番組お休みということでまして、まあ2週間ぶりです、うん。まあ僕たちスタートストレビューは本当にあちこち、イベントをね、そうですよね、連休中はツアーはお休みでもうほぼイベントでいろんなとこ行ってらっしゃった、はい、そうでしたね、うんうんうん。それでまあ先週の連休の最後の日5月5日そして6日と、名古屋で毎年音市音座というのをやっててですね、今年のラインナップはですね SSKB オールスターズ、これは杉山清隆、菅、それから馬場俊英、そして私たちスタートするビュー、うん、そこにですね、スーパースペシャルゲストでゴスペラーズ、おー豪華ー、はい、もうやろうばっかりでですね本当ですね、男祭り総勢何人になりますか？14かな。おーすごい、うん。僕ね何に感動したって、このゴスペラーズ改めてすげーと思った。何がすごいってトークすごい、トークも多分すごい、ね、もうあのまあ俺もカンちゃんもねそこそこにこう喋るイメージあるかもしれないけど、はい、ゴスペラーズのあの5人が一気に喋り出してもうわけわかんなくなるんだけど、それを俺は静止するけど一人一人喋らしてもですね、うん、実によくねあの自分のポジションと間を、うん、あの分かって、うん、いい落とし方をしてくるんだよな、なんかちゃんと計画立てて喋ってんのかなと思うけど、うん、意外とそうでもないフリースタイルで喋って、うん、ちゃんとまとまるんですよね。そう、あのねそれこそ僕とカンちゃんですから、うん、無茶ぶりだらけなわけですよですよね、うん、それでもちゃんとね綺麗にねあのムードとかね、うん、それから行くべき、方向みたいのを理解してきっちりそこにいてくれるんだよ。でね、うん、あの何に感動したかっていうとね、はい、一番感動したのはねあのチームワークなのね、うん、っていうのは実はそんな、ライブ状況だったんで、まあちょっとゴスペラーズも騙しを入れて会場の中で盛り上げようと、うん、っていうのは僕らこの、SSK オールスターズっていうのはね、さっきも言ったカンちゃん杉山、うん、馬場俊英サレビなんだけど、で、これが一つのバンドになってわーって演奏するんだけど、ソロコーナーっていうのもあるわけで、そのソロコーナーを1曲ずつ歌うのもいいけど、とりあえず、4組いて4曲聴かせるよりは3曲でいいか、だから歌えないやつが一人ぐらいいても面白いかもしれないって話になって、じゃあこのどうやってその歌えないやつを選ぶかって話になって、はい、これはゴスペラーズにやらせようと、はい、であいつらも最初から分かってるとそれやだっていう話になるから、ね、ここは騙しにしよう、歌えない人選ぶわけですからね、騙しにしようって言って、で、もう分かんないままに3組選んで、はい、もう1組選ぼうとした時に、はいここまで、どういうことですか、いや今日は3組しか歌えないんだよって、それは僕たちが選んだんですかっていう、こんな笑いを作ろうと思ってたんだ、うん、で、まあ、結局はあのアンコールでもう一人あのそこであぶれた人が、アンコールでまた1曲目に歌うっていう、それ一番美味しくないですか、そうなんだよ、それが一番美味しかったから、まあそれでもいいだろうっていう流れを作ったんだけど、はい、ただこの場合ね、あのゴスペラーズにとってはあのある程度流れを知らないと、うん、これはあのそんなにボケようがないだろうなと思ったから、うん、ただみんなでそっちの方向をあきっと3組選んで後でまた誰かやるんだっていう安心感からやると、せっかくのこの3組しか歌えないのっていう緊張感が少なくなると思って、これは一応リーダーの村上にだけは話しておこうと思って村上をオールドカンちゃんと呼んで村上くんお話がありますってシューって来てさ、で今のことを説明したわけ、はい、村上は村上でちょっと待ってください、それはどうなんですかね、僕らゴスペラーズとしてはそれはもちろん金目さんや菅さんに言われたらやるけど、ただ3組しか歌えなかった時それをこの状態で良かったのかなって、メンバー結構気持ちの中に、うん、あの親っていうのを持つはずです、うん、でそのまま僕らのコーナーに行く時にちょっと空気がなんか乱れるかもしれないですねって言って、どうしたらいいんだろう、これあの僕しか知らない方がいいですか、うん、もうそっちの方が面白いと思うから大丈夫です、うちの連中はその辺の流れはきっちりやりますからって言って、うん、いやいや村上が言うんだったらじゃあそれ一応言っといてくれって、もうもちろんやらせ、うん、どうせ2日間やるから、うん、2日目はもう確実に分かっちゃうわけだから、で、ね、うん、じゃ あ, あのこの話は全員に説明していいですかって言ってさ、うん、もういいよ、でそのね俺は村上のそうかバンドがこうやって一応そのメンバーが知らないからこそそうやって
振る舞えることを俺たちは楽しみにしてたリアクションをね、うん、ところが言っても大丈夫です、これぐらいのリアクションはちゃんとやりますからって、あいつの中にこう目算というかね、うんうん、自信があるわけで、案の定言ってちゃんといい空気作るわけ、こいつはすげえな俺自分のバンドに置き換えた時になんかそれは自分ではちょっと難しいなと思ったもん、やっぱうちの連中はどっちかというとそんなに積極的に喋る方じゃないから、ゴスペラーズのすごいとこは5人が積極的に喋って、そうですね、でもわちゃわちゃになるとこだからさでもなんか積極的に5人喋られるけど、ちゃんと1人が喋ったとちゃんと引いて、なんかこう立てながら立てながら、うん、まあそうだね、トン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 とうまく出ていく、なんかあの人たちのトークすごいなって本当に、本当になんかね、あのトーク力っていうかね、うん、コンサートをやる上でそのまあ小袋なんかもそうだし、もちろんカンちゃんも佐藤筑前とかね、そのトークの上手い人たちたくさんいるけど、うん、いや本当にあの5人が見事にこう、うん、なんていうの、呼吸で合わせてくる、なんだすごいなと思ったな、うん、やるなと思って、それもしかもなんかちゃんとリーダーがその辺も分かってね、はい、分かりましたって言って突発的にあのなんか応じて面白くするんじゃなくて、流れも分かった上で、分かりましたって言ってね、うん、それを持ち帰って自分家のとこでなんかできるっていうのすげえなーと思って、だから2日目はもう何の段取りもないから、はい、みんな分かった上でその演出をしていくっていう感じで ね、じゃあでもサプライズは何もゴスペラーじゃなかったんですか、トークの中、まあでも一応彼らをまあスペシャルゲストで呼んでるんだけど、はい、トークゲストとして扱ってたから最後までえ、歌うけど歌うんだけどトークゲストが歌ったっていうぐらいのもんで、だから別に俺はあのその順番4組の中の3組しか歌えないっていうその、段取りを組むのもあのゴスペラーズだから別に5人で来なくてもいいよっていうことを言ったっていうぐらいですよね君らトークゲストだから別に2人でも3人でもいいから話に来てくれればいいけど、なんと彼らは5人全員で今日来てくれましたみたいな感じでさえーって出てくる、いや素晴らしい呼吸を持った、あでも本当にステージが楽しいね、ライブを彼らは繰り広げてるわけだから、だからまあこうやって全国のツアーがねいつもこうたくさんのお客さん来てくれるんだと思うんだけど、改めてねなんか本当にいやうちはうちでみんなそれぞれのキャラの中で喋るけど、あんなに積極的には喋らないっていう、ね、これなんだろうと思った時にね、やっぱりあのねゴスペラーズは村上が、まあ、リーダーでねやってるけど、やっぱ村上がどっちかというと聞き上手だからメンバーにこう喋らすんだけど、俺がねやっぱうちはベラ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 無呼吸で喋り出すからさそっか、村上さんも喋られるけど聞き上手でもあるのか、村上はまずほらあとまず他のメンバーからというか他のやつらが喋りたがりだからね、うん、割と喋られますよね、うちも誰かがビャン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 喋り始めたら俺もちょっとこうね一応バンマスとしてリーダーとして一応全体を回さなきゃいけないと思うからちょっと聞きに入るけど、ほっといたらねどうなのっていう感じがあるからしょうがない俺が喋り出すしかないかっていうねこれあるよ、あれそのライブはそんだけ男性重要にいました、うん、杉山清隆さんは喋りましたか、一応ねあいつはね、うん、あの今回そのおといちおとざというのはかなり前から決めたんだよ、はい、でこのお互いのスケジュールをちゃんと合わせてね名古屋でやろうと、うん、ところが杉山がオメガドライブも、うん、今ねやってらっしゃいますよ、ね、そして5月5日に5月4日か日比谷の野音でライブがあったんだよ、あ前の日に、うんうん、でこれはあの抽選じゃないと取れないからでおそらく無理だろうって話になったから、まあ杉山自体がこっちの音一音田の方にちゃんと行けますよみたいな話になったんだけど、うん、それが取れちゃったんだよねっていうことはやっぱりオメガの練習もしなきゃいけないから練習ほとんど来なかったんだよ、あだからもう本人としてもちょっとそのな後ろめたさもあるんだからずーっと引っ込んでたよ、あらららららら、もちろんほら自分が前に出るコーナーはあるわけだから、うん、それはそこでちゃんと歌うんしね、うん、必要な部分はちゃんとしゃべるけど、なんかそういうわちゃわちゃになったところとかは、うん、できるだけ自分は関与しないでおこうみたいなね、うん、そうか SSKB の時はねでも杉山さんも結構前で踊ったりも ねするしだけど、そうそう、うん、でもそんだけ喋る方がいらっしゃったらね、うん、まあ馬場さんもそんなに喋られないだろうし、うん、ボケるぐらいで、うん、そうね、まあ馬場君は馬場君の役割があるんだけど、うん、でね今回あの目玉にね最後にまあ令和最初のライブだったから、はい、これはもうこれからもね地球 の、 日本の平和だけじゃなくて地球的な規模で平和を願おうって言って
We Are The World をね、名古屋だけに We Are The World としてどうせ、ね、菅さんの企みですよね。歌ってたんだけど、これね、まあこの番組聞いてる人は We Are The World ね、あれ80何年からだね、うん、作品ね、また昭和ね、あの頃はね、はい、その作品を知ってると思うけど、あれって知らない人でも別にメロディーを楽しめるかもしれないけど、知ってる人にとってはあれだけのスーパースターたちが集まる、うん、でしかも思い思いに個性的に歌う歌なんかなかなかなかったじゃん、うん、でそれはきっと今後も出てこないと思うんだよ、そういう風に個性的な人たちが集まって歌うのってね、うん、だからじゃあ We Are The World をやる前にメンバー10何人14人ぐらいで、じゃあ僕は誰役です、僕は誰役ですっていうのを発表しながらこう歌ってたわけ。それもまたお客さんにとってはね、楽しい出来事だったと。カノミさんちなみに誰？これはね、シンディ・ローパーとディオン・ヌ・ワーウィックと高いのばっかりですね。女性役が多かったね。あとはスティーブ・ペリー、ジャーニーのね、あ、はい、その辺のまあキー高い方をやってたけど、で、ね、まあカンちゃんが、ウィリー・ネルソンとかレイ・チャールズとかやってね、はい、でマイケル・ジャクソンは、ゴスペラーズの安岡とか、スティービーを黒沢君がやったりとか、まあ、それぞれにこうキャラを。でね、僕は改めて思ったけど、カンちゃんとかさ、すごいモノマネ上手なんだよね、うん、俺たちは音楽としてこういうメロディーだからこうやって歌うっていうのは、できるけども、なんていうんだろう、歌い癖とか、うんうん、それからあと声真似っていうのかな、ね、ちょっと鼻にかけるとかね、うん、そういうのっていうのは全く理解できないんで、俺にはどうしたらいいかも分かんないから、まあ俺たちはその聞いたままにただただ歌うしかないけども、やっぱりその歌真似ができる人が何人かいたわけよ、はい、だからね、さらに面白くなったっていうか ね、 もう極めつけはババトシヒレのブルース・スプリングスティーンで、まあこれはね、シャウトしてるだけだったけど、それでみんなからおおみたいな盛り上がりそう、起こってくるっていうかね、うん、だからなんか本当にモノマネできる人っていうのはね、歌い手さんは誰でもできるわけじゃないの、これはなんかで耳がいいからできそうですけど、違うね、ただただ愚直に歌うだけの人が多いと思うよ、そんなにモノマネってあれある種の才能だろう。なんか、まあ、菅さんはね、吉川晃司さんとかね、しょっちゅう本当に毎回毎回やらなくてもいいところで毎回毎回やってるので、あいつはね、そうそう、まあ才能の無駄遣いっていうかね、なのでまあ真似できるんだろうな、いろんなことがと思いましたけど、まあそういうのもありましたけどね、本当にそうなんて言うんだよ、こうモノマネをやれる人が数人いてくれたから、よりこの We Are The World が盛り上がったってこと。もちろんさ、普通にそれぞれの歌い回しがあるから、アーティストたちが集まって自分の歌い方の中でこう We Are The World を歌い上げていくっていうやり方もあったんだと思うんだけど、やっぱね、この俺たちとしては十何人がこう横に並んで自分で歌い方を見せるとしたらね、うん、そりゃもう笑ってくれる人がいたりとか、おおって言ってくれる人がいた方が嬉しいからね。シンディ・ローパーとか高いですよね。そうなんだよ。それまたそれオケも、はい、うちのバンドだけでやってて、それこそ俺はギターも弾かないから、もうギターなしよ、それらのキーボード、あと岡崎がストリングスを弾くのかな、うん、あとはベースをドラムとパーカッションだけだからね、あとまあコーラスは、うちのバンドがやって、フロント連中はそれぞれ歌い分けて全体のコーラスだけをやるっていうパターンだけどね、なかなかいいものができるし、もうイントロのね、パパパパーンとかっていうのね、パパパパーンって言うとなんかウルトラマンみたいになっちゃってるけど、今それのイントロとかをソイダがちゃんと作ってきて、もうみんなでうわ本物そっくりだなっていうのね、うん、なんかね、また名古屋だけでしか聞けなかったこのライイベントまあね、正直聞けたからどうのっていうのもないんだけど、いやなかなかそのメンバーで集まってね、その We Are The World ってまたやりますかってのなかなかないかなと思って、だからな、ね、中にはそんな曲やんないでオリジナルやってくれよって人も中にはいるかもしれないけど、やっぱこうコラボの楽しみっていうのは、ある意味なんて言うんだろうね、その僕らが聴いてきた音楽に対するリスペクト、僕らが楽しんできたアーティストに対するリスペクトっていうのはあってこうできたりするじゃん。だからそれは海外のアーティストにリスペクトを込めることも、カンちゃんにね、一緒にやるカンちゃんやババ君や、杉山清とかにリスペクトを込めることも一つだし、もちろんゴスペラーズも含めてね、だからそういうコラボのなんか楽しみ方だと思うの、カバーをやるっていうのはね、だからすごくね楽
しい、ね、音一応音だで良かったですよ。毎回毎回こう毎年毎年やってらっしゃってね、またそうです、東京はなかなかないなみたいな、関東近郊はないなっていう、ね、あのねこれはねちょっと本当にあの聞いた人も内緒にしといてほしいんだけどね、あのね、なんで、ね、言っちゃうんですか、なんで東京でやらないかっていうのね、はい、まあ簡単に言うとね、東京だと単独のライブでみんなお客さんが入っちゃうんだよ。まあそうですよね、うん、だから例えば名古屋とか大阪とかで、まあ、より多くね人を入れようとか来てもらおうとかっていう時にそういうコラボしてわーっていうのがあったりするんだよ。で東京もみんなあの本当は東京が一番集まりやすいんだから、だって普段いるんだから、うん、名古屋なんか行かなきゃね、大阪だって行かなきゃいけないんだから、うん、だから東京暇なやつでパッと集まってやるとかっていうのはねなかなかやれててもらえないんだよねいいんじゃないですか、単独の方がお客さん入るからとかって言ってさ、でもなんかそういうイベント聞くためにもうこうやんないのかな近くでってやっぱ思っちゃいますけどね。だから東京って意外とそういうのがねあの少ないんですよね、僕らもなんかやりたいなと思ってるし、うん、いや実は企画してることもあるんですよ。あ、本当ですか。これはもう先方あっての話だからね、こういうのっていうのはね、ちょっとまたそういうのが実現したできたらね、早めに私たちも発表させていただきますけども、はい、あとね、まあね、ミュージシャン、それはもちろん、楽曲を制作とかね、ライブ活動ある中で、うん、コラボライブのですね、面白さもなんかみんな知ってもらいたいなと思って、今日はお時間いただきました。はい。さあ今週のディグザロックね、2週間ぶりにお届けするわけでございますが、はい、今週はねジョニー・ミッチェルさんという方の、もうこの方、健康を害してしまって、もうおそらくこれからライブに復帰してくるのは難しいだろうというよね、そんな人ですけど、そのジョニー・ミッチェルが75歳になって、それをお祝いする、バースデーライブというのがですね、昨年の11月に LA で行われたんですけど、うん、そのライブアルバムがですねもう出て、うん、でしかもここにラインナップされてる人たちがすごくてですね、例えばチャカカーン、はい、ダイアナ・クラール、それからあとルーファス・ウェインライト、うん、ジェームス・テイラー・シール、うん、グレアム・ナッシュね、それからこの久保さんが何週間か前にこの番組でも紹介したブランディ・カーライル、ね、うん、ノーラ・ジョーンズ、エミリュー・ハルス、もうすごい、メンツが、うん、ライブなんですよ。で要はね何がすごいって、これの映像もあの YouTube とかにちょこちょこ上がってるんだけど、おそらくこの映像もいつか出てくると思うんだけどね、ジョニー・ミッチェルは客席にいるらしくて、はい、最後にまあみんなと一緒にラインナップする、だから聴いてるんだと思うのね。あ、で自分の曲を人が歌うのを聴いている、 それがまた個性派の人たちが歌って、うん、でよくこのトリビュートアルバムとかあるじゃない、それ例えばあの俺が作ったらスタジオの中で、例えばジョニー・ミッチェルの曲を俺たちなりの編曲する、それからじゃあなんとかっていうアーティストがまたやったら自分たちは自分たちの音をこうそこに、アルバムに寄せる、うん、そうするとアルバムの中でなんとなくこうなんて音の統一感っていうのは欠けてくるのね。アルバム1枚、それぞれですもんね、そうアルバム1枚聴くとちょっと退屈っていうか、うん、まとまりが少なくなっちゃうんだけど、これライブでしかも演奏してる人たちは基本的には一緒だから、もう本当にボーカリストの、 あの歌の際立ちがすごいのよ。でそれがまたね、さっきも言ったようにね、歌すごい人たちばっかりなんだよ、うん、そのシールとかなんかは意外とジョニー・ミッチェルにちょっと通じないところはあるんですけど、これがねシールはね、はい、実は僕は他の番組でこのシールを選んでかけたくらいね、ボーサイドナウって、まあ、ある意味あのジョニー・ミッチェルにとって一番でかい曲だよね、はい、これをね彼がねまたね切々とね、ちょっとこうあの人チリメンジャコのねあのビブラートだけどこれがねすごいんだよ、ちょっとね感動すら覚えるっていうか、あ、そうでしたか、それもいいんだけども、はい、今日ねこんなからいろいろね僕考えて、例えばねあのチャガカーンは歌ってるの、うん、ヘルプミーっていう、これは確かねコート&スパークってアルバムに入ってるんだけど、これちょっとスインギーにして、うん、あのねチャガカーンらしからぬっていうかね、らしからぬですか、うん、すごいスイング感があったりとかね、はい、するし、あとはねダイアナ・クラールのねアメリア、これは確か女性飛行士のことを歌っているんで、ヘジラっていうアルバムの中に入ってるんだけどね、これもね、すごくいいんですけど、ブレンダーはどうでしたか、この間かけたブレンダーカーライル、ブランディーカーライルって、ブランディーカーライルって2曲歌ってるんだけど、はい、1曲はクリストファーソンっていう、まあ、昔のシンガーソングライターの人で、この人とあの、まあ、デュエットみたいな感じで、で彼女のブランディーカーライルの歌が入るとすごいジョニー・ミッチェルとデュエットしてるみたいないい空気があったりする、なんとなくちょっと声似て
てるなって思ったんですよ、もともとこう、はい、ロゴロゴと歌う人だからね、うん、その選んだ Case of You っていう曲もすごく良かったしね、うん、あとそのコート&スパークを歌ってるノラ・ジョーンズもねとてもいいんです。これみんなが集まったわけですよね、その、まあ、バースデーライブだから、うん、その豪華なメンバーが集まって、うん、みんながジョニー・ミッチェルの前に、そう最後はね、あのビッグイエロータクシーっていうこの曲で、まあ、ラインナップしてみんなで歌ってたりとかねするんだけど、で、あの、まあ、ロス・ロボスがやってる、はい、ドリームランドっていう曲とかね、うん、これもいいんですけど、とにかく歌はねどれもすごい、あの、ダブリンの街角でっていう映画があったんですけど、はい、それの主人公をやってた、グレン・ハンサードっていうこの人もコヨーテっていう曲を歌って、これもヒジラっていうアルバムに入ってるんだけども、これもね男が、まあ、ジョニー・ミッチェルの、まあ、ルーカスもそうだけども、あの男が歌うジョニー・ミッチェルってなかなか艶っぽくてよかったんですよ、ね、はい、ということで、はい、今日はそのルーファス・ウェインライトのルーファス・ウェインライトの All I Want、 これはね、うん、ブルーっていうアルバムの1曲目にやってて、もともとはジョニー・ミッチェルがダルシマだと思うんだけどね、あのダルシマっていう弦楽器あるこれ1本でずっと歌ってるんだけど、もう少し、ジャズ寄りにこのルーファスももうね揺るぎない安定感っていうのが歌うめーなーってもうため息出るぐらい、この歌唱をぜひ聴いていただきたいと思います。もうできればねこのアルバムからジョニー・ミッチェルのアルバムにどっかねつながってくれると嬉しいなと思います、聴いてくれる人がね、というところで昨年の11月に、LA で行われた、ジョニー・ミッチェルのバースデーコンサート、そのアルバム「ジョニー75」というアルバムの中から、曲は「All I Want」、歌うのはルーファス・ウィンライト、お届けしております曲はジョニー・ミッチェルの75というね75歳を祝うバースデーコンサートの、ライブアルバムの中からルーファス・ウェインライトの All I Want、 すごいいい、すごいですね、なんかまあ元々の曲がいいでしょうし、だけどなんかルーファスがいつもとちょっと全然違う感じで歌ってらっしゃって、ね、これはね本当にどの曲ももうその人の個性が綺麗に出てて、しかもやっぱりジョニー・ミッチェルに対する愛情みたいなのを感じるっていう、割と古めの曲が多いのも事実で、もうこのブルーっていうアルバムの中からね、ルーファスはもう一曲この、ブルーという曲、そのタイトル曲も歌ってるんですけど、で中でグレアム・ナッシュだけが自分の曲を一曲ピアノで弾き語りするの、おそらくねこのジョニー・ミッチェルの若かりし頃2人で付き合ってたんだよね、でアワーハウス曲なんだけど、これは2人のための家だったらしいのよ、でこれをだから他の人はみんなあのジョニー・ミッチェルの歌を歌いつないでいく中で、わざわざ言ってみれば元彼だよ、そうですよね、元彼でグラムナッシュが出てきてこのアワーハウスの曲、なんかこう映画になりそうなストーリーですよね、これすごいわ本当に、もうポンと開けた時にね「The Universe of Johnny」って書いてある、やっぱりジョニー・ミッチェルの曲ってあの例えばコード進行一つ、それからハーモニー一つ、あのこの人が自分で作り上げたハーモニーが多いわけ、それはねギターの弦もあの普通の人のチューニングじゃないんだよあの人って、あの自分独自のジョニー・ミッチェルチューニングみたいなのがあって、そこの中で作ってるからなかなかこうあのなんていうの一筋縄ではいかないハーモニーがあるんだけどね、それをねうまくことみんなこう再現しながらね、いやー恐ろしいくらいに質の高いアルバムでした、これは本当にこういう形のトリビュートって珍しいですよね、なかったのかな今まで、しかもライブアルバムとしてあのね1曲目のこのロス・ロボスがやってるドリームランドとかあのちょっと歌詞間違えたりとかエンディング音余っちゃったりとかしてんだけど、そんなのも平気でそのままだから、その11月に行われたコンサートとかそのまま収録されてると思うんだよね、なんかだからその時の空気感みたいな今のルーファスの中でもなんかありましたよね、これちょっと、ね、だからなんていうの、直さない、あえてね、その空気感で直さなくても十分すごい人たちの集まりだからそれに耐えうるんだと思うんだよね、やっぱり 2,3 箇所のミスは絶対あるわけだけど、そのミスを直すよりもこの空気感で聞かせようというところがきっとあったんじゃないかなと思うんだけどね、これちょっと聞き比べてみたくなりました、オリジナルと、なんか、ね、このバージョンだっていう、そうジョニー・ミッチェルの世界観がとても独特なんで、あのそこのハマるまでちょっと時間かかるかもしれないけど、その入り口としてはこのジョニー75というのは素晴らしいアルバムだと僕は思いました、そのアルバム聴き終わるとですねなんかこうじんわり涙がこう、ね
ね浮かんでくるような感動的なアルバムでもあったんで、ぜひあのご興味ある方聴いていただけたらと思います。ナック5からお届けしておりますナックでロック、続きましてメッセージご紹介ということで、今週もたくさんのメッセージ届いております。はい、もうライブの感想がとにかくたくさん来てるんですけど、ちょうどねやっぱりこの平成からね、うん、あの令和と、昨日も予定では、神戸のね、僕らスタートするにとっては単独公演は神戸初、うん、あそうですね、はい、はい行われたんですけども、とにかく連休の間はいろんなイベントに出てらっしゃって、オープニングでもお話があった音市音座、うん、見に行ってた方が、うん2日間とも行ってきましたと。おありそう、はい、いつもより少し遅めの公演でしたが、開催されないのはとても不安がありましたけど、会場が違ったためなのか2日間の開催でとてもラッキーでした。そうなんです、あの元々はね日本外事ホールっていう割と大きな、うん、8000人ぐらい入るところでやってたのかな、今回そこが工事中だったんで、うん市民会館というところで半分ぐらいの2日間キャパで、そうですね、うん、やりましたけど、超豪華メンバーでのコンサートにとても幸せな時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます、ね、あの風のハミングも行かれてたみたいなんですけども、すごい、ね、やっぱ笑いありコラボありということで楽しいコンサートでした、うんで風のハミング私もね大阪まで行ってきたんですよ。あ、そうでした。そう、ありがとうございます。うつぼ公園もなんかもう毎回毎年毎年いろいろエピソード聞いてて、これは一回行きたいなと思ったら、うん、ねあの連休の初日でしたからなかなか移動は大変でしたけど、うん、あそうでしたか。うんでも大阪のなんていうのかな、やっぱり東京ではないノリ、うん、なんていうんですかね、そのまあコテコテのギャグっていうかね、すごいこうお客さんに委ねる部分があるんですよね。そこをちゃんと反応してくれるっていうのはねすごいですよ、あれはね。待ってて、うん、同じコントを2回やる2回目かそしてまた受けるっていう、ね、そうです、はい、うん、そして独特な終わり方をするっていう、うん、この終わり方はそうだな関東では見たことないなーって、まあ、ていうか関東どころかやらないでしょうね、これあの風のハミングっていうライブなんで、うん、みんなでハミングで終わろうって言って、あのドボルザークの、家路、うん、キャンパイアの後みたいな、そうそう、あれをわざとみんなでハミングでただただ一曲うーんこれで終わるんですよ、これで終わるんで、だからねお客さんも分かってるから、うん、どうでもいい人たちはちゃんと帰り始めるっていうかねそうそう、だって要さんがその前にもういいと思われたからどうぞお帰りくださいって言ったらあ本当に帰るんだって、これを面白いと思うか思わないかは人それぞれだから、うん、別にコンサートだから最後までいなくてもいいよっていうね、うん、という非常にこうなんていうんですかねお気楽なライブです。そうなんですよね。でもまあテニス場の本当にど真ん中に360度のステージがあってね、うん、それがこう回転しながらいろんな向きでライブっていうのは6000人なんですけど、でもよく考えると6000人ってすごく大きな数だけど、4方向にこう向かうと1500人ずつだから、うん、割とか一つの会館的にねそんなに大きな会館にはならないか、後ろにいても近い、うん、距離感が近いっていうかね。そっか、6000人というとついついね例えば、うん、東京の国際フォーラムとか5000人のキャパだけど、うんうん、むちゃくちゃ広いじゃないですか。広いしね、あれの一番上に対しにはさもうほとんど武道館よりも遠いんだから、あそこは。そうか、うん、そうですね縦にね、うん、でもそのうつぼ公園の、うん、そのテニスコートは6000人いるけど、まあ、一番後ろの人は1500人程度のコンサートホールの距離感で見られるっていうね。うん、そんな遠い感じはしなかったですよね。そうでしょ、うん、まあ外だし本当に開放感あって、その回転って言ったらその手動で回転しますからね、スタッフが回すんですよステージを。そう、一度ね一度電動にしたんですけど、うん、やっぱ面白くないって言って、はい、2曲ごとぐらいにスタッフがここみんなで回すのが昔はね、わざわざ大きなスイッチを作って、それをガッチャンってやると動くっていう、それはもちろんスイッチでも何でもないんだけど、それを僕らがガッチャンってやったら動くっていうんだったんだけど、ライブにみんな夢中になって、誰もスイッチ使わなくなったのね。な意味ねえじゃねえかっていうことになって、だからまあ、ライブってね、本当に何が起こるか分かんないから、面白いなと思うネタがあるとどんどん使うけど、なんか本当にやるべきそのスイッチを使って回すとか忘れちゃったりするんだよね。で、自分たちは回せばいいや、みたいなところが。今年はカンちゃんと馬場俊秀君と、はい僕らとそこに和田翔君が入ってね、うん、でシークレットゲストで世良正則さん、世良正則さん出てきた時はみんなおおみんなで一緒にね燃えろいい女大合唱でしたからね世良さんが真ん中で歌われて、要さんが横でギターを弾いてらっしゃった、うん、その姿がもう要さんがなんだか初々しくてとても清々しい目で私は見てました。僕本当にステージでふっと気づいたんですけど、うん、僕とセラさんは
年が2個くらいしか変わらないんだよね。あで、あのうつぼのコンサートに出てたカンちゃんにしても、僕より5つ下かな。ってことは年齢的に言うと僕はあのセラさんチームに入っていいはずなんですよ。なのに威厳がないからずっと俺はカンちゃんチームにいるっていうか、どこ行ってもなんかね威厳のないんだよね、貫禄のないっていうかね。いや本当にあのセラさん出てきた時の何とも言えない、うん、あのベテランオーラと言いますか、うん、ね、大物感、どしっとした感じは大物感、おおと思いましたけど、あの大物感はね、それは僕は小田和正さんと言っても思いますけど、何だろうなこの大物感っていうのはね、やっぱりこれ自分には永久にないんだろうな、これ年齢じゃないじゃん、あの大物感っていうのはね。でも私本当に繰り返します、カルメさんが横でギター弾った姿とてもういういし、こう60還暦すぎてういういしいって言われるの嬉しくないですか。ダメか、なんかすごいいいんだと思ったんです。ああそうですか。だって、うん、そう出せないですよ、ういういしさは。いや60過ぎたら、それはね、僕はそれがいくつになってもやっぱ音楽をやる楽しさはね、あの僕自身が楽しむっていうことがきっと、もし初々しさに、という言葉があるんだったら出てると思うんですけど、それはセラさんとやるための自分の、ね、ギターもそうだしコーラスもそうだけど、それはそれで楽しいから、ね、すごい楽しそうです。余裕で、ね、こうドゥーダーって見せるっていうのは僕にはあんまり似合わないんだと思うんですよ、その余裕もないしいつも。まあでもあの本当にメンバーが皆さん楽しそうですごい、うん、やっぱりコラボってね、あのオープニングにもありましたけど、うん、いいですよね、うん、そうですね、またいつもと違う感じが、はい、今年はなんとですね、馬場君の提案でですね、まあ西城秀樹さんも亡くなったっていうのもありまして、うん、ヤングマンから始まって、ね、そう、それも面白かったな。それもね、みんな、まあ僕は60超えてますけど、みんな50のになろうかっていうアーティストたちがヤングマンを歌ってね、その最後に要還暦っていうね、秀樹還暦ならぬどうでもいいよそんなもんはと思うけど、それで一応落とすっていうね、そう、あの若くねえじゃねえかっていうね。あの菅さん余計な衣装着てたから手が上がってませんでしたけどね。でもね、改めて僕はね、西城秀樹さんの凄さなのか、ビレッジピーポーのヒット曲の凄さなのか、あのヤングマンでね、お客さん全くあの曲で始まること知らないけど、全員が YMCA ってやりだすんだよね。そうやってました。俺生まれて初めてだよあれやったのきっと。えと思うよ、YMCA。そうなんですか。そうか、うん、でも確かそんなにないやらないですよね、うん、でもお客さんみんなわーってやりだして、うんうん、へえと、なんか祭りが始まった感じがして、ね、すごい楽しかった。和田くんのWADA ってなんかね、そう乗せてやってましたよ。あとこの D がですね、微妙に D だけ小文字で、膝のところ足を折ってね、手を上げると小文字の D になるっていう。そんな細かい。なんだこのポーズはみたいなところでね、もうみんなで遊びながらやってましたけどね。うーん、ね、とにかく楽しいライブで、またなんかさっきも言ってたようにこの辺でも実現したらいいなと、ね、いろんなライブが。うん、そうね。東京って本当にそういうのなかなか実現できないですね、確かに。ナックのあの3ドックナイトぐらいですね。あれも素晴らしいライブでしたね。あのこのナックでしかも僕らが出させていただいて、もう手前味噌な感じバリバリですけど、いやでもあれはすごくいいイベントでした。でもあれは1回でしたね。そうですね。またやってほしいな。あのやっぱり東京ってあの人が集まりすぎちゃうから、それなりの大きなキャパを用意しなきゃいけないと。でもそうするとやっぱり見づらくなったりとか、演出がしづらくなったりとかする、距離感が遠くなったりとかね、そういう事情もあるかもしれない。それを大阪とかね、ちょうどいいキャパの場所があるんですよ、ね、ああそっか、うん、大きすぎず大きすぎず、うん、武道館でやれたらいいだろうけど、なかなかスケジュール取れないから、やっぱり武道館とかね、フォーラムだとまたちょっと違いますもんね。そうですね、フォーラムは距離感ありますよ。お客さんはそうですね、一番上はかなり、うん、だってあの1階席からパッと後ろ向いて2階席見た時に、2階席だけで普通のコンサート会場分あるんですから、あれ2000円ぐらいあるんですよ。うわーって思いますよね。僕らも国際フォーラム、あの決して嫌いな会場じゃないけど、やっぱりね、あのとても会場費が高いんですよ。僕ら当時できた時に2日間だけやらせてもらったんですけど、その時はお試し価格で安かったんですよね。その2日間やったきりです。それ以外やったことないですね。音はいいんですけど ね、 すごくね、あのキャパシティを考えたらね、とてもいいですよね。リクエストいただいているこちらラジオネームゆきりんですが、はい、放送でヒゲを剃ったら寒いなという話が出ていましたけども、ヒゲはともかく、あ、このゆきりんは男性かな、頭皮が
風通しが良くてすねがボーボーなので散髪すると特に冬は耐えられません。またすね毛は蚊が絡まるほどボーボーなので夏場すいてやると涼しく快適になります。うちの息子も野球で丸坊主にした時にすね毛は親譲りのため同じことを言ってました。すねに蚊が絡まるなんてあるんですね。すごいね、これ男の人、女の人もそうなのか分かんないけど、その男性ホルモンとか女性ホルモンの関係で毛が生えるとか生えないとかってあるじゃないですか。頭皮が女性だとか、なんかヒゲは男性だとかね、はい、のもあるんですよ。手足とかもね、やっぱりびっくりするぐらい濃い人もいますよね。あ、僕の知り合いの人が夏場短パン履いてたら、なんで黒いストッキング履いてんのって言われたことがあるって言ってたから、ね、そんなに毛で覆われてるんですね。そういう人もいたよ。じゃ暑いのかな、やっぱり暑いんじゃないか。それはやっぱりだからって夏場だけ毛剃るわけいかないだろうしね、きっとね。剃ってもいいじゃないですか。だってああいうのって生えてくるとゴワゴワしてくるよ。あ、チクチクするからか、うん、そうか。うちの照明やってる新谷くんっていう人はいつも丸坊主なんですけど、丸坊主っていうかこうなんていう五輪ぐらい、本当にちょっとだけ残して、これまた触ると気持ちいいんですよ。わかります。だから僕はいつもステージ出る前はその頭こうやって垂れてるんですけど、これは僕のなんか守護神みたいになってて本当に気持ちいいんですけど、でも彼も言ってましたけど、本当に枕がくっついてくるんだって。そうか、大変だ、意外が。だからもう気持ちいいですね。寝返り打てないって言ってたもんで、ね、ガッ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 って中でロック今夜最後のコーナー音楽工房の時間でございますけども、はい、もう1ヶ月ぐらいになりますけども、東京で、本日のおすすめというのはね、うん、僕と坂下義之とうちのパーカッションの坊橋と3人でやらせてもらいました。まだいくつか公演は残ってるのかな。ですけども、まあ一応今回もですね、東京公演が終わったんで、あの時やった曲をちょっと弾き語りしようかなと思いまして、はい、エアロスミスの Walk This Way というね、びっくりしましたね。これサードアルバムに入っているなんですけど、僕も当時聞いて本当に、このまだラップなんて言葉がない時代に、なんだこの歌はっていうね、スティーブン・タイラーという人の凄さ、それからエアロスミスというバンドのむちゃくちゃこうかっこよさを、知った曲でもあります。ということで、今日はアコギ一本ですけど、Walk This Way。They ain't saying nothing, then I don't want my muffin, then I should have been a change in a way. I met a cheap old leader with a little young leader at the time, like lemoness. Cause the best thing love was a sister and a cousin, and I struck with a little kid like this. Sweet, so singing with the boys in the school, and I feel my love in the air. Singing, hey, little, little, and I kill a lot of my middle. I was singing like I didn't.So I took me a chance at the high school dance with the metaphor of letting her play. But me, she fought cause she knew what she was doing, and I know that I can hit her stay. But she told me to walk this way, talk this way, walk this way, talk this way, just give me a kiss. Thank you.
かね、74年だか5年だからの曲ですけどね、ウォークティスウェイ。この後に80年代にね、ランディ MC が、そうですね、そうこの黒人がね、そのままラップに仕立てて、これはむちゃくちゃかっこよかったけど、この当時このサウンドとこの早口の歌、うわっ、ずっと歌いたいなと思ってたんですけど、今回の、ね、おすすめでね、ちょっと坂地言ったら面白い面白いって言って、でついこの間そのウツボ公園、風のハミングでも、洋楽カバー特集っていうのをやろうってね、でそれで翔くんと僕でこれを歌ったりとか、いやどちらも素晴らしく本当に楽しかったです、面白かったです、ね、あのこの番組にもゲストに来ていただいているチューブの春畑さんも一緒におすすめを見てたんです、ウォークディスウォークディスすごい感動してましたなんかねやりそうでやらない曲だからね、意外だったんですよ、そうですね、と思って、あ面白かったですけど、アコギでもすごくかっこよく決まりますね、そうだね、はい、ということで今日はウォークディスウェイということで、はい、今月は、特に来週とかもそうですけど、私は62歳になって、今から言っておきます、こんなこと言っといてなんですけど、あまり祝われるのは得意じゃないんですけども、僕自身じゃなくて、5月25日はバンドの誕生日でもあるんです、はい、ですからもうどちらかというとそっちの方をメインに考えていただいた方がね、なんか僕個人にこういろんなことをねお祝いしてくださるのは嬉しいんですけど、もう本当に、そっとしておいてくださいバンドの方はいくらでもありがとうございますってね、思いがあるんですけど、これでも本当に還暦って言ったら還暦だーってなるけど、その還暦からやっぱもう70歳ぐらいまでは誕生日っていうのはどういう風に過ごされるのかな。いやでもほらまあほっといたって人は一歳一歳年食ってくるから、あんまりね、なんて言うんですかね、僕はその今まで誕生日というのが、特別なんかあったことそんなにないし、もちろんその還暦の時とかね、なんかこう僕はジャイチーズのライブやらせてもらったけど、その年齢になったからこれができたっていうのは嬉しいんだけど、その日だけ祝われるっていうのがあんまり得意じゃないんだ、この日に生まれたっていうだけのことだから、それはまあそれでね、じゃあお祝いしようぜって言ってくれる人も、いるのは嬉しいんだけどね、ただね、その一緒に会ってうわーって騒ぐのはいいけど、なんか例えば物もらったりするとかっていうのはすごいこう恐縮しちゃうのねでもなんかその区切りでね、なんかこうそういうイベントがあるからね楽しいけど、62歳の区切りってないですもんね、まあ関西みたいに素数でいろいろやられる方もいらっしゃるけど、あそうだ60なんかね、31の倍数だから全然面白くないなんかそういうのもあってもいいのかなと思いますけど、でも僕その60を超えてからね、音楽の楽しみが本当に増えてきたっていうかね、まあ年齢的なことだけじゃなくて、偉そうな言い方しようが、多少の経験値とかがいろんなアイデアとかを持ってね、いろんなライブをやらせてもらえていることをまず一番嬉しく思うし、何よりもスターダストレビューというバンドがね、僕らにとって一番大事なこのスターダストレビューが、年々ね自分たちのこうこの目指す音楽を、まあでそれが何かって言われると困るんだけど、そこにこう近づいていってるような実感があることがね、まあ完成形なんてないんだけども、そういうなんか少しでも歩めてることの方が嬉しかったりするしね、今度5月の25日、で、まだもうちょっと先ですけど、はい、10日後ぐらいにはね、81年のデビューだから、39年目っていうのかい、きっとね、そうですね、に入ってるんだね、25日はね、行田で、地元行田でライブが、僕は62歳の誕生日とバンドの誕生日を地元行田で迎えるということで、ね、はい、とにかく還暦少年ツアーもあり、本日のおすすめもまだまだあり、はい、そしてそれに重なるように楽園音楽祭も始まります、はい、夏には、そうですね、はい、夏この界隈だと、日比谷の野音で、はい、8月11日ですね、そうですね、土曜日でございます、はい、コンセクション交えてのライブもありますので、夏盛り上がりです、ぜひね、楽しみに待っていていただきたいなと思います、はい、今日もね、たくさんのライブの感想いただいてたんですけど、ライブの感想や要さんへの質問、そしてリクエストは、はい、NAC5 のモバイルサイトとホームページのメッセージホームから送ってください、はい、NAC でロックです、はい、ということで、NAC でロック、先週お休みだった分ね、今週はいっぱい喋りました、はい、来週ももうさらに喋りたいと思います、来週もお楽しみに、ナックで今夜ここまで、お相手はスターダストレビューの根本かなめと久保田由美でした、来週までお元気でバイバイ。